ってますかね。バンガース。お、こんばんは。こんにちはねさん。ちょっと遅くなりましたが、今日もやりますよ。ちょっとその前に、ちょっと待ってください。はい、やりましょう。今日なんかどうでしょう。なんか半ちゃんもいいかなと思ったんですけど、半ちゃんちょっと時間かかりすぎかな。まあ、まあ、トンプでもいいんですけども、いつもより30分か1時間ぐらい早く終わる予定なので、それだとハンちゃん無理かな。おそがそしとるねい。そう、ちょっと薬飲んでました。失礼しました。もう大丈夫ということで、早速部屋を作っていきましょう。ちょっと待って。オッケーオッケー。あ、これちっちゃくないかな。あ、このぐらいしとくか。間違えた。部屋作っていきます。どうしよう。とりあえず最初そんなに人いないと思うから、半ちゃんにして様子見てみようかな。であまりに時間かかりそうだったら、いつも通りトンプー線に戻そうかな。ということで、部屋番号は7777 47と。はい、ということで、あきちゃんこんばんは。こんばん。あ、ノイジーさんもこんばんは。たまにはハンちゃんにしてみようかなって思うんですけど、時間かかりそうで、あんまりみんなが参加できなさそうだねって感じだったら、またトンプーに戻したいと思います。とりあえず最初ハンちゃんで。ハンちゃんは30分くらい見といた方がいいかもね。そうだね。参加したい人が多い場合はやっぱ回数必要だからトンプーに変えますけど、とりあえず1曲ハンちゃんやってみようかと思うんですけど、ハンちゃんやりたいよって方いたら、よかったら入ってくれますか。最近団員戦もね、ハンちゃんに結構変えてるから練習にもなるし、どうぞどうぞ、ぜひ参加してください。練習にもなるし、やっぱみんなもさ、ハンちゃんの方が実力が出やすいみたいなコメントもあったので、今ならいけるかな。そう、最初多分そんなにまだ人いないと思うので入れると思います。みんなもやっぱりハンちゃんの方が実力が出るみたいなことよく聞くのでね。こんばんは、参加希望。参加できますよ、ぜひぜひ。川久保さんもこんばんは。ちょっとハンちゃんでお試ししてみましょう。ちょっと時間計りますね。じゃあ始まってから何分ぐらいかかるか。ちょうど今1戦目の参加希望者をお待ちしております。あと1人かな。ハンちゃんだと何分ぐらいかかるか。ちょっとハンちゃんも打てるなんて贅沢だなね。ハンちゃんだとゆっくり打てますから。お、あきちゃんも入ってくれたということで、じゃあ第1戦目はゴンギツネさん、ノイジーさん、あきちゃんでいきましょう。じゃあ今が19時40分ですね。じゃあ太陽ロー、太陽ロー、お試しで半チャンやると何分ぐらいかかるか測りたいと思います。太陽ロース、よろしくお願いします。いくぞ。さあ、まずは私が親スタートということで、あ、よろしくお願いします。ドラはイーマンですね。さあ、ハイパイはそんなに悪くはないということで、どうしようかな。
あと見てる方で音うるさいとかあったらいつでも教えてください。元からいらないから。大きいとか小さいとか。ちょっと予想外の形になってる。どうしようかな。うわー、なんかそう、なるほど。じゃあよし。あんまりね、名前とかは言えないけど、こんな感じでいきますか。こっち側に。いやー、いや大丈夫。あともうちょい。いや大丈夫。音うるさくないからちょっと調整しながら待ちたいと思います。こんばんは。お、前澤さんこんばんは。ちょっと音でかそうだな。ちょっと待ってください。今日は大丈夫そうだったら半ちゃんを回していこうかと思っていて、でもあまりに時間かかりそうだったらやっぱりトンプーに戻すという形ではあります。とりあえず1戦目時間を計ってハンちゃんをやっています。親だし上がっておきたいですね。とりあえずここを参加される方もハンちゃんだとね結構時間かかると思うから、ハンちゃんでもいいよっていう人は参加していってもらって。いい手になってますね。ね、いいでしょ。結構いい感じだと思うのでここ上がりたいんですが、上がれないのかな。とりあえず上がれました。リーチ、ポイツ、ドラ、マンガン。1万2000点マンガン決まりやした。よし、ということで親継続しまして、次はどうしよっかな。どうしようどうしようどうしよう。たきちゃんが瀕死用。いや、まだ1回ね、1回私が上がっただけなんでまだ全然ありますよ。ちょっと頭できすぎだな。どっかかぶってきてくれないと、縦になってくれないと。このままでは、あ、でもこの子が来てくれればイーペイが来て、次はドラはなんだ、西かな。あー、とりあえず入れとくか。あ、初ポンされちゃいました。初ポンされてしまい、
でもねここそんなに広がらないと思うから想像もちょっと受け入れてみようかな。来るようだったら恥じゃなければ。ちょっと入れてみましょうか。ここが綺麗にそんなに広がっていかないんじゃないかな。で、さ、一個来れば、迷うな。やめよっかな。でもこれも切っちゃいたい。ポン、あ、なんだろう。手なりとかの可能性もあるよな。なぬ？これはもうテンパイしてると見た方がいいのではないかな。かといって別に現物も持ってないんだよね。手なりとなってくると、手なりとかトイトイとかになってくると、もう何で待ってるかなんてわかんないし、ゴンギツネさんから、リーチが入ったんで、とりあえず現物出してみる？通んないかなぁ。とりあえずイーマン通りまして、あーカットインあるぞ。でかい、もしかして。リーチピンフタンヤオドラニ8000点。やばい、アキちゃん瀕死になるぞ。4700点。ということで、でも親はアキちゃんにとりあえず移動しました。次はドラが運送かな。アキちゃん2曲目で瀕死よ。ねえ、ちょっと瀕死ですね。でもできる人なんでいくらでも持ち直してくるでしょう。きっと親でもありますし。ここは何かになるとして、こんなに頭2つもいらないから、はいらない、どうしよう。この形からイーペイはなかなかならないでしょう。ちょっと頭やめますか一つ。いや、こっちやめましょう。もしかしたらイーペイになるかもしれないから、頭多すぎなんでこっちはやめよう。なるほど、そういう風になったのか。ヤッホー久しぶりね、覚えている。あ、ヤッホーこんばんは。なかなかタイミングが合わなかったみたいでお久しぶりです。遊びに来てくれてありがとうございます。よかったらゆっくりしてってください。せっかくタイミングがあったのに。対戦もよかったらお願いします。染めてるのかな。染めてる？染めてるんだったらさっさと捨てちゃいたいな。今なら通りますよと。ゆっくりしていくよ。あ、ありがとうございます。ゆっくりしてってね。コインブー。あ、コインブーかなめちん。ゆっくりしてってね。あ、シミさん、コンイブ。配信のザラつきは改善しましたか？ポン。なるほど。
頭できすぎなんだよね。やっぱりこっち切った方がいいかな。ノイジーさんは染めてるってほどには感じないし、でもアキちゃんは染めてるかな、なんか捨ててる皮的に染めてそうなんで。よし、じゃあこっち切りましょう。ポン。え？なんかみんな染めているのか、もしや。ところでチャンネル登録何人いったの？チャンネル登録は今ぴったり1190人ですかね。あ、やばいかな。やばい。え、わかんない。念のためやめとこっか。やばいかな、みんな結構泣いてるから。あ、飛んだ、もしかして。タイヤをドラさん、ドラタイヤをドラさん、ドラで8000点。あ、飛んだな。あー、さあ、じゃあということで1位はゴンギツネさんでした。2位は私、3位はノイジーさん、4位はアキちゃんでした。今日はとりあえず最近第2戦もハンチャンでやってるので、あっという間にハンチャン終わってしまったね。ちょっと終わってしまいましたね。15分ほどで終わったということで、ハンチャンでも早ければ15分ぐらいで。これからたくさん増やそう。俺できる限り協力するよ。お、ありがとうございます。対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。気持ちよく飛んだわ W タイヤに自分の親飛んじゃったね来ませんでしたね。まあ、あきちゃんもよかったらまた再生もできるんで、とりあえず、引き続き、ハンチャンで、部屋番号は77747です。いつものトンプよりは、時間がかかることが多いと思いますので、時間ある人、よかったらご参加ください。とりあえず、2分くらい、今日まだ参加してない方をお待ちしますので、その後ね、よかったら再戦していってもらえたら。まあこういうふうにね、飛んじゃうときは早く終わるときもあると思いますけど。自分ある意味参加してないだろう。何を言いたかったの？さすがに一発目の後ろ引っ掛けで勝負しに行かざるを得なかった W。ああ、なるほど。まあそういうときもありますからね。ワノイジーさんはちょっとあんま何もできなかったなって感じだったら、再戦の時によかったら再戦入っていってください。まあ始まったばっかりなのでね、まだ参加してない方もいるだろうってことで優先的に入ってください。あと1分ほどまだ今日入ってない方待ちますので、もしまだコメントしてない初見の方とかいたらね、先に今のうちに優先的に入っていってくださいね。まあ、せっかくなんでね、友人戦でも団員戦の練習をさせていただいて、できそうだったらハンチャンで回して。そういえば今更だけど、呼び名はなんて呼んだらいい？え、なんでもいいですよ。みんななんて呼んでるかな。いぶきとか、いぶきさんとか、みんな好きに呼んでますよ。なんか、あ、さっきの順位何番でしたっけ。1位だったか。あ、いや2位だったな。1位はゴンギツネさんでしたからね。はい、じゃあ1分経ったということで、再選受付の時間になりたいと思います。再選希望の方、よかったらいかがですか？連戦でもいいので、入りたい方いたら。もちろん初回の方も今でもいいんですけど、とりあえず優先タイムは終了したということで、再選ご希望の方いかがですか？お風呂行ってきます。あ、会員分ママちゃん、お風呂行ってらっしゃい。もちろん、あきちゃんも、ゴンギツネさんも、ノイジーさんも。クリスマスイブのリブちゃん、どうかな？いいですよ。呼び方は何でも。今回は保留。
はい、OK です。誰かいれば、いなければじゃあ CPU 入れてやりましょう。最初なんでね、まだそんなにいっぱい人がいないかもしれないので、じゃああと1分ほどお待ちして、いなければ CPU 入れてやりやしょう。頑張ろう。いや昨日ねすごい一戦があってさ、ガチ泣いしたんですよね。お風呂から出たら入りますね。はい、リブちゃん最高ありがとう。こちらこそありがとうございます。昨日さ、私スーアンコを転廃してたんだけどさ、その時違う人に数え役満されてさ、でもそれまでに私の方が結構ぶっちぎって1位だったんですよ。 CPU はもったいない、いなければ参加。はい、今のとこいないんですね。え、ほんでそのままあともうハネマンかマンガンぐらいで1位になりそうだったんで、リーチしてたらゴーゴー、一番最後に違う人が国士無双して私4位に転落したんですけど、やばくないですか。さあ次は前蔵さん、片道にゴンギツネさんでいきましょう。私のスーアンコは上がれなかったように一番最後また行かさせていただきます、ね、全然違う人が国士無双で私を4位に突き落としてくるっていう。対よろっす、対戦よろしくお願いします。さあ私は南スターとか心中お察し申し上げますとしか。そうそう、だからそれがね別にねいいんですけど、その人がめちゃくちゃ貯めてね、スタンプとか連打してから上がってて、もう何でもいいんだけどさらっとやってくれってなってた。リーチ一発つも。あ、こんばんはベビーヤマさん。あー、イラつくパターン。あ、そうそう、別にさ私リーチしてたから振り込んじゃうの仕方じゃがないじゃないですか、リーチしてるんで。皆さんこんばんは。こんばんは。それは失礼かな。そうそう、私が別にまあリーチしてるから、リーチした上で勝手に振り込んじゃうのは気にしててもしょうがないから別にいいんですけど、いいのにめちゃくちゃスタンプをね、なんかやったぜとかテレテレとかフヒヒヒみたいなスタンプを何回も何回も連打してから上がってて、でも上がったなら上がったでいいんだけど、そんなに多面でも良くないって思って、ちょっとイラッとしてしまったっていう。よかったねってなるのに普通に上がってくれたら。麻雀全くわからん。あ、そうなんだ。でも私も初めて、ようやく7ヶ月ぐらい経ったかな。最初のドラはローマンですかね。そんなに難しくないよ。うん、いや難しいけど、その深く考えようとすれば数揃えればいいのよ、暴論。あ、そう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 、これ揃えればいいだけ。あ、ふわふわさんこんにちは。もし時間がありそうだったら対局していってね。リーチ、うわ、かなめちんからリーチが入りました。シャーチャ、大丈夫かな。ツモ、あー、上がられた。一発ついたんじゃないですかこれは。確かリーチ一発、面前ドラで裏ドラも乗って8000点満貫、お見事。私も転廃してたんだけどな。さあまあまあまあ、親が私のところに回ってきて、イブちゃんも麻雀やってるの。イブちゃんも麻雀やってるの。え、今ここに私やってますよ。さあ今度はリャンピンガードラですね。私でもまだ1年も経ってないぐらいの人間なんで、そんなに深く理解はしてないですけど、なんか数字を揃えたりしてるっていう感じ。ここ親なんで上がっていきたいですね。うーん、
どこ切ろうかな。こっち切ろうかな。これ普通だったらこっち切るんでしょうけど、とかこっち切るんでしょうけど。あ、それポン。こんなに端の方ばっかりいっぱい持ってても。あ、それポン。めちゃくちゃポンされてる。ちょっと待って、ここは頭とかにして、もう一個どっかでなんか作んないとなんないから。なんか空回ってる。置いとけばよかったのか。これ何か。麻雀全然わかりません。わら。あ、麻雀わからない人。私もでも最初あんまりわからなかったですけど、だんだんわかるようになってくるっていう。やっぱここ頭だな。で、どっちかくっついてくれれば。でもこっち取っとけばよかったですね。そうなるなら。私のいつものパターンとは。やっぱり経験談からこういうのするの良くないのかな。これなんでしょうね。ちゃんとの割にはなんか、最初に自敗とか捨ててるし、捨ててるから違うのかなと思っちゃうけど、そんな早々に捨ててるってことは、想像に染めてるわけでもないように思うし、トイトイとか、テナリーとか、手前がチャトラの手なんは分かった。そう、私が猫飼ってて、その猫がチャトラなんですよ。だから猫ちゃんの手を猫ちゃんにしてるっていう。イブちゃん、席離れるね。また戻ってくるね。あ、ありがとうございます。いってらっしゃい。何？そう、うちチャトラなんですよ。ち。え、やっぱり染めてる？ロン。ロン。さあ、まずは親継続へと。いいんだいいんだ、安くても親継続できれば。もうちょっとしっかり点取りたいっすね。うち生地しろ。生地しろってどんなやつだ。生地しろ。生地で白いってことか。あ、間違えた。やってる。頭の中が生地白で、白入ってる。頭がいっぱいになっちゃった。あ、キジトラでさらに白が入ってるんですね。もうやってるって。キジ白、うち、あ、でもうちお腹も白くないから、うちはやっぱり純粋なキジトラなんだ。左の手？あ、これは麻雀牌を持ってる画像をなんとなく今日は遊びでつけてみてるっていう感じですね。なるほど。うわー、ちょっと予想外のことしてしまったから、ちょっとバチが当たってる。まあいいです。はじめまして。コポン悲しいねい。はじめまして、いらっしゃいませ。なるこさん、間違えてなんかノリでやってしまいました。間違えた。もうめちゃくちゃいい感じだったのに、しかも嫌なのに。
なんかノリで押しちゃったんですよね。これはみんなから見たら変だろうな、なんでこいつ揃ってるやつじゃんじゃん捨ててんだみたいな、こいつ間違えたなって分かってる人もいるかも。普通に間違えましたいやでもまんざらでもないぞ。結果オーライね、なんか結果的に無理ではなさそうですよね。でもバレバレだと思うんでね、これ。いや結果的にね、なんだかんだなんかもう大丈夫かな。あ、ダメ？ロン。いや6も8も捨ててたのに。リーチ、まあ6、8捨てても関係ないですけどね、筋出てなかったんで。マンガン痛いよー痛いよ。なるほどね。わ、でもさっきのは私が悪かったですね。振っちゃいましたね。いやでも私もテンパイしてたし、街結構広かったからなんか降りなかったのも悪かったんですかね。まあ大丈夫大丈夫、 まだ大丈夫だきっと。なるこさんも麻雀というかジャンタもやってる方だったら、よかったら参戦していきませんか。時間があればですけども。さっき5ポンしたの痛かったな。もうちょっと早くテンパイできてたのに、間違ってポンしなければ。なんかいっぱい来るな。もう生地白で頭がいっぱいになってた、さっき。捨てようかな。どうなるかな。でも こっち側が来てくれればね。今回ドラがフオメガフフフフフフいいピンかね。え、さっき頭がいっぱいになってた。じゃあもうこうしようかな。いやでも置いといて両側待っててもよかったんだけど、まあ単葉をつけちゃおうかなっていう気持ちになってきたので切ってしまったんですけど。ちょっと待ってください。ちょっと待って、はどうしようかな。あ、うん、ここはいいですね。じゃあいやん、この誘惑詳しいね。生地白ってどんな柄だっけしか頭にさっき考えてなくて、ポンって言われたから、え、ポンしますってパッて押しちゃったんですけど。ってことはほぼほぼリャンマンはもうないってことですね。じゃあここ待っててもあんまり良くないかな。だってあとどっかに1個しかないってことですよね。それが私に来る確率ってほぼほぼないよな。ところでこのこれを泣いてるのなんだろう、染めてるのかな。じゃあもうここ頭だな、どう考えても来ないし多分。え、なんか今間があったぞ。聞かれてるな、さては。誰かが何かを聞かれている。
こっちじゃあ切りましょう。で、1、2、3、3、1、2、1、2でどっちか来たらポンかな。ポンか、あるいはこれ両側が来たら、あーでもこれ早く捨てといた方がいいかな。それはいらないな。ちょっともう危ない、危なくないですね。どっちか来たらポンしたいですけど。ダルコはじめまして。はじめまして。チー、大丈夫かな、大丈夫。これは、え、一個も誰も捨てられてない。ロン、光栄です。さあ、ゴンキツネさんが上がりました。一通、鎮逸、これでかい。バイマン16000点、バイマン。まあでも要鎮は1位でしたから。アイコンの子がキジトラかしら。キジトラに白が入っている、キジ白らしいですよ。すっごいの出たね、W。 ねえ、すっごいの出たんだけど今。すっごいの出てしまいましたが、キジ白デフ。キジトラにちょっと白が入ってるらしいです。うちはね、全部キジでトラなんで、キジトラなんですけど、確かに顔周りのところに白がね入ってるみたいだから。まあ入れとく、使うかな。まあ入れとくか。なんか泣いたはいいけど、かバラバラだね。もうちょっと綺麗になってくれれば。リーチにゃです。え、早い。あ、購入です、ウェショーさん。よかったら対局してってね。今日は一応半チャンにしてみてるんですけど、あまりに時間がかかりそうだったらトンプーに変えるよっていう状態で、今は半ちゃんです。ロンニャ、おお、リーチニャンプ、リーチピンフで2900点。前蔵さんが上がりましたよと。やばい、最下位争いしだしてる。いや、でもまだ大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ということで、親継続でまた前蔵さんは親ですね。次が東がドラなのかな。え、違う、白がドラか。ハイパイあんまり綺麗じゃないな。これ上がれないのかな、多分上がれなさそう。染めるってほどでもないし、ちゃんたにするほどでもないし。用事中だから麻雀は参加できない。あ、もう全然大丈夫です、ありがとうございます、気にかけてくれて。もう顔出していただけただけでもめちゃくちゃ嬉しいので。じゃあ今日は帰りが遅くなるのかな。なんか上がれなさそうだけど、ドラ入ってるしな。こういう何にもできないような感じの時どうすればいいんだろう。まあなんか安全そうなやつ抱えとこうか。
あれ泣かない誰も。旦那さんのお気に入りをなくしてしもたようどす。はい、うちはお風呂から出ました。すればいいんどっしゃろうか。まあ帰りなさい。優勝さん懇願派。ママさんお帰り、はい、練習終わるのが9時ぐらいで喋ったりするからシューしすぎると思う。じゃあ結構遅くなるね。ロン光栄です。テンパイ早い。トンドラ、トンドラで2600点と。この前3人麻雀のが金の間まで来ました。ヘビヤマさんコンイブです。この前3人麻雀が金のままで来ました。あ、昇段したんですね。おめでとうございます。ママちゃんはサンマの方がやってるんですね。私サンマまだ10回未満しかやったことなくて、まあ4マがそれなりに上がって落ち着いたらサンマにも手をつけたいなという気持ちはあるんですけど、まだあんまりサンマやったことないっていう感じなんですよね。ポンポンニャ。さあ親はゴンギツネさんに移っておりますね。ポン。あ、ちゃんととかなの。じゃあコンコンイブイブ、お母さんこんばんは。お母さん昨日さ、私夜中に一人でたこ焼き焼いてたんだ、時間がない時やったりしてます。待機してますね。あ、時間がない時にやったりしてるんですね。なんか当たりそう、怖いな。振り込んじゃうかな。捨てたいけど。あ、でも大丈夫、捨ててるから。どうして夜中にたこ焼きを。割と面倒くさくない。なんかさ、旦那さんのお気に入り、昨日夜中にうちはどないして弁償すればいいんでしょうか。そうだ、たこ焼きを作り置きしておけばちょっと小腹が空いた時にすぐチンして食べれるし、ちょっと暇な時にたこ焼きをしこたま焼いて冷凍しとこうって思い立ってしまって。あ、どうしよう。まあ、めんどくさいけど、なんか昨日ちょっと粉が残ってたんですよ、半分ぐらい。暇な時が夜中だったんだ。そうそう、あと思い立ったのが夜中で、めんどくさかったんだけど、でも多分思い立った時にやらなかったらもうめんどいじゃんと思って。そん時こうしようって思った時にやらないと、もう多分やるときないだろうなと思ってしまって、あー、めんどくさと思いながら。あるな、それ。え、あるでしょ、何か思い立ってもそん時やらないとやんないんだよ。なんかめんどいと思いながら。真夜中系ってそういう意味だったんだね。まあ、それはある。ちょっと今のうちにお花畑行ってきていいかな。トイレ行きたくなってきた。タコあったの。いぶきさんの気持ちわかります。思い立ったが吉日ってやつか。ロンニャ、チュン、ニャン、ポンイツ、
子から来る悲鳴。こんばんは。え、なんで点なくなってんの？え、なんで点なくなってるの？え？なに？なぜ？リーチ、ロンされてました。走って行ってきたのに。ロンされてましたね。私が走って行ってる間に点がなくなった、タコあったの、タコはコンビニでなんかオラキタ W ウインナーウインナーとか買ってきて、 代わりに親で頑張ってね、ウインナーを買ってきて代わりに、まあ、洋風タコ焼きにしました。タコ売ってなかったから、周り位置欠けてたから仕方ない。そうだね。で、あ、ヤムちゃんこんばんは、お久しぶりです。負けとるじゃん。いや、親来たんでここで頑張ろう。いや、でも遠いなー。まあ、金目チームは2000点差だからまだ追いつける範囲だとして、まあでも確かに枚数少なかったんですよね。お花畑行きたかったから。一口モッツァレラチーズでもうまいよ。あー、一口モッツァレラチーズね。昨日コンビニになかったのそれ。さっきね、町が確か1枚1枚しかないのにリーチしたんですよ。参加希望します。何個できた？40個ぐらい。ロン、ロン参加希望します。はい、次だったら入れると思います。リーチ、ピンフ、タンヤオ返せい。あ、ダメ、カダメチンからはやめて、他の人からもらいたい。さあ、親継続していくよ。次はイーソーガドラですね。で、親継続中と。なんかでも最初ちょっと弱気に程よく溶いてやったんですけど、たこ焼きの粉って本当にサラサラでもいけるんだなと思って、もっとサラサラにすればもっと個数できたと思うけど。もうだから段階を踏むごとに、あ、もっとサラサラでもいけるなみたいな感じでどんどん薄くしていってた。あ、パッキーさん、お入りでございます。いらっしゃいませ。暇だったらゆっくりしてってください。暇だったらね。あ、ここ頭かな。40、ここすごいね。そう、あの粉が多分250円か300円ぐらいだったんですけど、それを前に使って半分残ってたんですよ。で、半分でそのぐらいできるってことは、半分でそのぐらいできるってことはすごい。たこ焼きってコスパのいい食べ物ですよね。まあ、タコ高いからタコがあれですけど。旦那さんのお気に入りをなくしてしもたようどす。うちはどないして弁償すればいいんだしゃ。だってた、300円ぐらいで一袋で多分80個とか90個ぐらいできるってことでしょ。そう考えるとたこ焼きってめちゃくちゃコスパのいいお料理というか、自炊だなって思った。だって作って冷凍しとけばちょっと小腹が空いた時に食べれるし、ただ作るのめんどいんですよね。業務スーパーの1キロ袋買うともっとはかどるな。あ、そうなんだ。ちょっと待ってください。ちょっと一回考えさせて。これは何だろうなぁ。あ、この方がいいっすね。リーチ。
1キロ袋焼くのが大変だよね。1キロ袋コスパいいだろうけど、まあ何回も分けて使うんでしょうけど、1キロも粉あったら何個作れるんだろう。つも、え、カナメチン飛ばないよね。飛ぶ？リーチ一発、つもドラ、チャックついてるから短期保存はできると思うよ。あ、そうなんだ。ライツも、あ、飛んだ。あー、ということでまた1位はゴンギツネさんでした。2位は前澤さんでした。3位は私でした。4位はカナメチンでした。粉は冷凍庫に入れると湿気ないよ。あ、そうだよね、乾燥するからね。ということで私は次は3位でした。ということで対戦ありがとうございました。あ、対戦ありがとうございました。2戦連続1位ですごいですね。さーてと、ゴンギツネ超強いね、強いね。ありがとうございました。こちらこそ対戦ありがとうございました。我ら苦しかったね、カナメチン。ということでとりあえず2分ほど今日まだ入ってないよっていう方をお待ちします。今28分なので30分ぐらいまで今日まだ入ってないよって人待ちますね。77747です。ありがとうございました。こちらこそ。なんかさっきから誰か飛んでるな。そうね、辛かった涙目。私も辛かった。私リーチで、いえいえ、たまたまっす。自動にしていったらもう振り込んでた。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ次はヨウムちゃん、ママちゃん、ウーラさんでいきましょう。ウーラさん久しぶりですね。こんばんは。こんばんは、タイヨロです。よろしくお願いします。ちょっと今日半ちゃんなので皆さんご注意ください。いつもより時間がかかる可能性もあります。なるこさんはどうですか？やってたりしたら対戦しません？せっかくなんで。気が向かなければ無理には言いませんが、なんかこれ薬屋の独り言みたい、この遊女の感じ。最近ね、みんなに少しでも楽しんでもらおうと思って、この読み込み中画面めちゃくちゃ買ってるというか交換してるんですよ。だんだん増えてきた。よし、バイ参戦や。え、やれる？そんなに難しくない、ルール自体は。深く知ろうと思うと難しいけど。すぐに埋まっちゃった。 W 感染してます。じゃあよかったら次入って、ちょっとずつ人はけていくと思うので、入れると思うので。嘘か、現代的な眼帯屋根ね。ちょっとこれは現代的ですけどね。でもちょっとこれちょっと麻雀物語の人っぽいな。さあ、じゃあ行きましょう。最初の親はヨウムちゃんですね。次はリャンピンガドラということで、さあ私のハイパイはこんな感じ。契約用に宝玉ダメといてください。いやー、でもなんか使ってるんだよね最近。コンコンイブイブ、あ、ターキーさんこんばんは。ちょうど今ママちゃん入ってますよ。麻雀物語は良い台だったね。そうだね、果てない夢を広げてだっけ。いや、契約もしたいんですけど、ちょっとある程度みんなに読み込み中に画面とかちょっと華やかに楽しく懐かしい W したいなと思って。麻雀物語大好きでしたよ。懐かしいね。曲こんなんじゃなかったっけ。花になって、花になって、めちゃくちゃ見てますよ。つぼみのような花だっていいんじゃないだっけ、いいんじゃないだったっけな。でも曲変わってしまった、薬屋の独り言は。天運将来、バネフリーズ、スロダイですか。あ、でも両方麻雀物語打ったことあるかな。パチンコがでも一番最初に打ったかも。スロットもちょびっとは打った。お茶会の招待券が。
なんか現時点で出てこないということは、もちもちの可能性もあると考えて、ここは頭になっていけるように考えよう、とりあえず。光ってるからちょっと入れてみる。捨てやすそうだし、なんか。あ。どうしよう。まあ、こっち切ってつける、こっち切ってつけるって感じかな、じゃあ。缶。なるほど。チー。はい。ちょっととりあえず待って様子見ますか。そう、最近契約で服とかね、ちょっとアバター的なもの変えたいなという気持ちも確かにあるんですけど、結構宝玉使っちゃってるんですよね。貯めといた方がいいですよね。もう分かってんだけどな。結構使っちゃってるっていう。テンパイ持っていけるかな。リーチなのです。いや、ちょっと待った。これ必要あったら降ります。ツモなのです。あ、ウーラさんが上がりましたね。リーチ一発、ツモピンフタンヤオドラ。うわ、でかい。12000点。ハネマン、お見事。ということで、親は私に移ってきましたと。次はドラマ数層ですね。数層か、数層。なんか3色つきそうな雰囲気あるけど、ここ綺麗になってるもんね。別にいじらなくていいか。まあ、頭にしようと思っていたところがあんこになってしまったので、じゃあこれはどうやってもくっつかないじゃん。ここを捨てようかな。でもこっち捨てた方がいいかな。お、頭候補がやってきた。隣来たら最高なんですけど。今月ね、麻雀物語のスロットは良かった。こっちね。いや、でも何台も出てますよね。何種類か出てたと思うので。でも私が知ってるやつとみんながやってるやつ違うかもしれないけどね。ちょっとこっち一回切っとこう。そしてとりあえず初代で。初代ってどれなんだろう。主人公が電車乗ってるやつ。ストックの初代が好きでした。リーチ4まであるよね。いや、だから私が知ってるやつがどれかわかんないんだよな。私多分2台ぐらいしか知らないんですよ。どれなのかなって。私が知ってるやつは初代じゃない可能性が高いかも。初代って結構古いってことですか。これ上がれるんだろうか。ちょっと不安。ちょっと不安なんだけど、上がれると嬉しい。風上三姉妹のやつから知ってる。
あ、風上さん姉妹私知ってる。え、風上さん姉妹って最初はいなかったの？昔のドットの液晶名前づく前。あ、じゃあ知らないと思う。3900点。とりあえず親継続したよと。とりあえず親継続はしまして、初代は男性キャラじゃなかったかな。男性キャラもいたよね。いたはいたよね。いたはいたはず。初代から いたよね。シシコ、ああー、これちょっと待って、頭が、アキラの話、アキラかな。最男の人いたはいたと思ったけど。ポンされた。さすがに意地汚いか。リーチ。え、あのパンダは最初からいる？これ上がれるか。ロン。ロン。いないよ。いない。あ、じゃあ私古いの知らないや。5800点。ということで2位まで上り詰めてきました。ウーラさんの後ろにもうついてるぞ。うわ、めっちゃいい。こんばんにゃ。あ、キリンさんこんばんにゃ。飲んで帰ってきたんかな。おかえり。ここうまく生かして上がりたいけど、現状ちょっと頭多いですよね。これはこのまま使いたいから、これはチートイの可能性も見ていった方がいいかな。ここ泣けるならトイトイとか一応並べていくか。ここ残してたらもう結構良かったですね。いい感じだったんだな。でもチートイってなかなかテンパイしないって感じがしてるんですよね、私的に。待って、1234、ちょっとこれでいけますか。休みですよ。ご飯食べて風呂入ってきた。あ、お休みだったんですね。なんか週末に休みっていうイメージがあんまりなんかキリンさんにないかもしれない。不定期ですよね、結構。リーチ。じゃあこれで。ロンなのです。戻りました。イシャンテンから一気に難しくなりますよね。これいけると思ったのに。ダンヤオドラニドラ。そうですね。痛い。痛い。これいけると思ったのに。一週間ぶりにジャンタマ起動。戻りました。イシャンテンから一気に難しくなりますよね。本当そうなんですよ。あと一歩がなかなか来ないっていう。今17と筋と出てたから、これはもらえると思って実装待ちにしたんですけど、まさか転廃してたと。ちょっと私油断してました。1週間ぶりにジャント巻きと。あ、そうなんですね。振り込んじゃった。一気に3位 ?2 位か。2位だけどもうやばいですね。3位の方とほぼ変わりないぐらいのところまで落ちてきてしまいましたけど。
こことか頭になる気がするから、これあんこでいい気がするんだけどな。まさかもう転廃してたとは気づいてなかった。やりよるね。ということで次はイーピンガドラですね。でもここあんこになってるからちゃんとではないですもんね。これがあるからな。リーチよ。早い。ということでシャーチャの方からドラ、リーチ入りやして、現物ありそうなんでとりあえず様子見て降りようかな。全然私イーシャンテンでもないですし、現物があるので降りといた方が賢い気がする。いやでも念のためを一応残しとこうか。やばいかな。最近いぶきさんのスロ配信見たら打ちたくなって、はい、久しぶりに家に行って5Kほど稼げたっす。おーよかった、それは嬉しい。ロン、そうなんだ、いけるかと思った。私は最新台打ちたいなとかぼんやり思ったりしてるんですけど、スマスロってやつ打ってみたいんですけどね。さあちょっとやらかし気味ですが、晩酌台に化けました。ああもう豪華に晩酌して終わりましたか。これちゃんたっぽいんだけどな。でもこれ全部取らなきゃなんないしな。ここもそうだし、1,2,3,4。でももうほぼほぼちゃんただよね、これ。取っちゃおう、W。取っちゃう？でもまあ普通に三尺道順とかっていうことだってできなくはないけどな。なんかもうそのように申しておりますね。取っちゃう。お願い、私に誰か味方してほしい。お願いします。はいらないかな。ここは頭にしようと思ってるから、これはいらなくて、コーニブ、おい、リーちゃん、久しぶりじゃないですか。お、いい形では？久しぶりじゃないですか。やほほ。やほ、元気だったかな？あともうちょっとぞ。でもそろそろリーチとか転廃してる方がいてもおかしくはない。W だけど元気だと思う。え、目がかすむ時があるの？大丈夫？え、疲れ目ってことかな。
なんかドキドキしてきた。メガネ買いよ案件 W。 あ、目が悪くなってきたのかな。そそ W。 なんかみんなの手配ちょっとなんかウーラさんとかこれ染めてるかなんかじゃないかな。なんか変だよねこんなん。降りたいですけどね。なんかでも現物ないな。現物ないよね。ここら辺だけかな通りそうなの。これウーラさんは単純に降りてるのかな、もしかして。想像なんか揃えてるのたくさん捨ててるんだけど。難しい感じだ。これ上がれないと思うんだよな。あ、ツモ。ツモ。助かったー。ジュンちゃん、ドラ。ジュンちゃん、やったー。おいおい、W W。なんか上がれましたこれ。なんとなく。ダイツモ。やったー。ダイツモ。これ上がれたのでかいですね。ダイス。ね、これ上がれたのでかい。本当に。ダイツモ。やったー。ナイスジュンちゃん。ね、ちょっと上がれないかと思ってたんですけど、なんとか上がれたよっていう。ジュンって誰よ。ジュンちゃんだよ、ジュンちゃん。ジュンくんですよ。ナイツも。わ、これいい感じじゃない？トイトイつけたいけどな。ハイパイいいですよこれ。すみっこ大好きじゅんちゃんか。じゅんちゃんいい感じね。いい感じ。これはポンなのです。ポンなのです。これいい感じ。できたらトイトイつけたいですけど、無理ならここ割ってもいいですね。こっちで先来るようなら。ポンニャ。あ、ということはもうこっちはこんあんまり来ないと思うんで、ポンやっぱつけときたいですかね。でもあんま来ないと思うんですよね。こっち先何がドラになる？数万？数万がドラで追加されましたね。誰かがもちもちだったら上がれなさそうだけどな。ちょっといいっすか自分。ちょっといいっすか。うん。なんかみんなポン。これ抱えてると危ないのかな。誰かこれもちもちの可能性あるんじゃない。こんなに強気にじゃんじゃんみんな泣いてるんで。怖っ。これやばくない？ボード。これやばいと思うんだよな。多分大丈夫かな。ちょっと。だってこれ本一で染めてたらトイトイ本一ダブトンってついてるから、これ。に振り込むのはやばい。切りついてきねえ。これに振り込むのだけはやめないといけない。
これは安全じゃないですか。ママちゃん平気で捨てちゃってるけどめちゃくちゃ怖いんですけど私的に。大丈夫かな、これ染めじゃないの、染めじゃない、染めといとい本一ダブトンじゃない、違うかな。そう、あ、ツモ、ツモよし、Y が上がった、これ上がれたのでかいですね。8000点、ナイツも東ドラさんとか、いやもうね、この親の人は本当に怖かったです、怖かったですね。やったナイツも、いや怖かったですね。ということで、ウーラさんにまた近づいては来たもののですよ、ちょっとヨウムちゃんはあれは明らかにマンズっぽかったので出すの怖かったですけど押し切りましたね。ハイパイいいね、ハイパイいい感じですね。これはここはじゅんちゃんが幸運を運んできてるね。ね、じゅんちゃんぐらいか少し流れがね良くなってきましたけど、ここは生かしたいけど生かせないだろうな。ここ頭になってどこ切ろうかな、まあ、こっちかな。でこっちかこっちを、綺麗になったらこっちかこっちを頭にもするかな。でもできそうだったらこっちを、切ろ、切ればいいんだっていうことはない、切ればいいのでは。何を悩んでいたんだ、勢いって大事ね。そう、勢い、これもうノリで。ひさんはじゅんちゃんに会って変わってしまった将来。そんなことないけど、まあでもいい感じじゃないですかね。これでもういい、いいシャンテンにはなってる、なってますね。でもシャンポン待ちはちょっと厳しいと思うので、ポンしたいな。でもここも使ってるのか、こうろか、変わんないですね。シャンポン待ちでも両面待ちでもあまり枚数変わらなさそうな気がしますね。なんかここら辺でしょ。さあママちゃんからリーチ入ったんですけど、降りようかな。ちょっと待ってください。現物じゃないのが来たら降りるか崩すかにしようかな。パン。ロン。いただきました。トン、ポイツ、ドラ。あ、飛んじゃったかな。ダイロン。よーし、なんとか打ち勝ちました。はい。じゃあ1位でした。2位はウーラさんでした。3位はママちゃんでした。なめかなくて
4位はヨウムちゃんでした。うまいな対戦ありがとうございました。いやこれはたまたまでしたね。サイロン降りようかと思ってたんで、はい、ありがとうございました。あこちらこそ対戦ありがとうございました。タイアリでした。あ、対戦ありがとうございました。ね、今日初めての1位でした。こんばんは、対戦ありがとうございましたあ、こちらこそ対戦ありがとうございました。じゃあとりあえず今日まだ一度も入っていない方は2分ほどお待ちします。よかったら半ちゃんです。今日は何もできなかった。あ、よかったら再生の時に入っていただければと思います。とりあえず2分ぐらい、今日まだ入ってないよって方は優先的に待ってます。いかがですか。部屋番号は77747です。待ち時間じゃないや、待ち時間は団員戦と一緒なんですけど、今日半ちゃんなので時間かかっても大丈夫だよって方、なるこさんもよかったら今のうちに、いかがですか。あと一枠まだ今日入っていない人いたら入ってください。最近はね、団員戦も半ちゃんで頑張ってるので久々に打ちます。あ、どのぐらいぶりですか。あ、なるこさんも入ってくれたということで、じゃあ次はターキーさん、キリンさん、なるこさんでいきましょう。そういえばホモロンされた、はい、そうでしたっけ。私他の人からもロンされたってことかな。さあ親スタートですね。じゃあよろしくお願いします。さあ行きましょう。どっか削らないとな。親継続狙っていきたいですね。ドラはローマンですかね。あ、これか、まあ、もし時間があったらね、再生もしていってくださいね。パーソーもドラになったと。でも染めてはないよね。捨ててるし。パン。はい、ターキーさんがバカゼをポンしましたと。こっち削ろうかな。じゃあ使ってなさそうですしね。チー、はい、でもここはないとまずいんだよな。これそれだけが危ない。まあ、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。はいらないですかね。持ってるのか。でも今更ハゼが出てきた、つもぎりじゃなさそうに感じたけどな。ちょっととりあえず置いときます。
はい。カンニャ。ロン。ロン。あれこれチャンカンでしたっけ？何でしたっけ？チャンカン。チュン。ドラ。ドラ。もらいました。11,600点。よし。ナイスチャンカン。チャンカン。チャンカンだ。ねチャンカン。ボンガは鍋決めてました。あ、何鍋ですか？キムチ鍋ですか？カッカ W。なんかたまにしかならないから忘れてた。チャンカンでしたねこれ。チャンカンを目の当たりに。チャンカンしました。なんかあんまりならないですよねチャンカンって。アニーさんももし鍋終わりに暇だったらね、今日は半チャンでやっておるので参加していってください。ちょっと時間かかるけどいつもより。ウニと豆腐とセリの鍋。うわ、美味しそう。お魚系だ。セリって何でしたっけ？野菜？セリって野菜だったかな？美味しそう。ね、美味しそう。体にも良さそうだし、お魚系で。よだれ出る。ねえ、キムチ鍋も美味しいけどな。でも水炊きも好き。いいわね。いい。ねえ、いいよね。美味しいよね。セリは野菜。そう。草？なんか水菜みたいなやつでしたっけ？セリナズナみたいな。鍋食べたくなってきた。ねえ、セリナズナだっけな。なんか。七草がゆにも使うやつだよね、セリって。春の七草の一つ。ね、合ってた。あ、なるこちゃんが泣いてる。ほんとだ、ペー3個目だ。春の七草だね。春の七草だ。セリ、なんとかかんとかセリナズナだった気がするので。根っこも食べる、癖あり。え、薬草ってこと？山菜か。山菜なのか。セリナズナ五行箱べら以下略。セリナズナ五行箱べら何々みたいな感じだったかな。水辺に生えるよ。あ、そうなんだ。ジーニャ。うちの実家は田舎なのでね、なんか山菜かわかんないけど。地風で三平痛いっすよね。そうだね。ずずしろ、大根。大根か。ジーニャ。仏の座、鈴名、ずずしろだね。仏の座か。鈴名、ずずしろ。トン、ラブトン、ドラ、ドラ。マンガン。え、生きてる。訳さなければよかった。さあ、いただいてしまいましたけれども。やばい、キーって言われてる。やばい。ペン。キリンさん、振り込むなよ。いぶきさん WW 急に黙ると WW 割ったって WW 分かっちゃう WW いいんですよ、もう分かっても。また飛びの犠牲者が。いやー、まあそんなに。でも誰かが積もってももう飛んじゃうかな。1100点はキリンさんが上がらないと。でも私今回そんなに綺麗じゃないですよね、ここそんなに。こんばんは。あ、ケイシカさん、こんばんは。よかったらゆっくりしてってください。今日ちょっと半チャンなので、いつもより時間かかるんですけど。まだ東一なのか。そうですね、まだ東一なんです。他の方まだ何もしていない状態にはなっている。
ポン。やばい。やばい。そうですね。ちょっとやばめではある。ちょっとやめようかな、これ。もう矢回さないといけませんね。だが私は本気で頑張るぞ。はい。緊張の間ですね。鍋って言われたら鍋食べたくなってきた。ロン。ロン。トン。ラブトン。ドラ。5800点いただいた。ナイロン。ナイロンやった。ナイロン。やばい。品種を買っています。リーちゃんも暇だったら打っていってね。これは草。これなんか尖ったハイパイになってるんですけど、これはどうすれば。ほい。これはどうすればいい。まあもう寄っていくしかないよね。なんかこう。隅っこ暮らしするぐらいしか。ないなぁと思ったり。でもなんか、ちょっと待って。頭がないわなぁ。短期待ちになることも考えて、もう一回捨てよっか。じゃあだって切ればいいんだ。最悪切ればいいんだよ。だからそうなったら、どうすればいいのこれ。どこをどうすればいいんだ。これ絶対頭に多分もうならないと思うから、ここは残しといて。もう頭にはならないと思う。これ切ろっかな。切ります。どうすればいいかな。でもちょっとわかんない。で、こういう形になるのが得意じゃないんですよ、私これ。このようにいたしましょう。はい。どうすればいいんだこれ。どうする。みんなはこういうの得意なんですかね。私こういうのどうすればいいか分かんなくて得意じゃないんだよな。まあでもテンパイだけでも取れれば
嬉しいけどな。これ厳しいですね、だいぶお手上げかもしれん、はい、お、ポン。ちなみにみんな今日の晩ご飯何だったんでしょう。私バナナジュース飲んだだけ。ジーニャ。最近バナナジュースをよく飲んでるんですけど、ミックスジュース作って。便利グッズ買いまして。なんだろう、テンパしてるかな。カレー。カレー、あ、カレーいいですね。何肉使いますか。私さ、実家が結構豚肉入れてることが多かったから、ポークカレーが一番なんか馴染みがあってポークカレーしちゃうんですよね。きっと貧乏だったから。パチキバーガーセット、ポークカレーが好き、ポンイブ。私もポークカレーが好き。晩ご飯は今から決めます。やばい、またもらってしまった。11600点。晩ご飯まだ食べてないか。いや、上がってしまいました。あ、コーンイブヨッピーさん、ヨッピーさん会いたかったよ。やばい、泣いてる。ちょっと待って、泣いて、泣かないで、泣かないで、泣かないで。いや、怒ってる怒ってる。どうしよう。どうする。先生、いぶきさんが泣かせました。いや、私何も悪いことしてません。もうこんなんどうしたらいいかわかんないよ。どうしよう。で親譲らないスタイル。そう、確かに僕も見てたよ。僕も見てた。うえー、そう、全然親譲ってなくて、なんか申し訳ないっちゃ申し訳ないけど。ジーニャ、まあ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 。どうしようかなこれ。まあもういいでしょ。リーチ、もう十分親ね、継続させてもらってしまったし。ちょっと親譲らなさすぎて、なんかストレスためさせてて、なんか申し訳ない。いや、でもこれは真剣にやるべきですからね。まあ、ちょっと街がね、飛ばすってことですね。いや、飛ばさないですけど、本当はもうちょっと街をね、良くしてからリーチしたいんですけど、街あんまり良くないので、上がれないんじゃないかなって思ってるんですけど。街も良くないし、出なさそうですし。なんかすごいヨッピーさんと出会うの久しぶりな気がして。そんなこともないか。いやね、最近聞いた便利グッズについて聞いてもらっていいですか。あ、やばい、いいですか。ツモ、ごめん、積もってしまいました。
これキリンさん飛んだかな。ドラにドラだドラにナイツも便利グッズ便利グッズ。あーすいません。飛ばしましたね。いやすいません、当院局で終わらせてしまいました。オーバーキル。ほんとごめんなさい。二人まとめて飛ばした。ほんとごめんなさい。二人も泣かした。いやごめんなさい。じゃあ1位は私でした。2位はターキーさんでした。3位はナルコちゃん。4位はキリンさんでした。ごめんなさい。強すぎる。いやすいません。いやもちろんあのすいません、再選も受け付けておりますので、とりあえず2分ほど今日まだ参加してない方はお相手お願いします。2分くらい優先して待ちます。冷えから5分で終わった。そんなことないですよ。77747です。いや来なかったのですが、ありがとうございました。M アンダーバーアンダーバー、すいません、ごめんなさい。ありがとう、すごかったW。 再選受け付けておりますので、再選もまたしてください。 お邪魔してください。あと1分ほど初回の方優先タイムということで、すいません、さっきの方々よかったら再選の時に入っていただければと思いますが、とりあえずもう1分ほどまだ今日入ってないよって方優先的タイムということで、ごめん。いやでも最後ね、カンちゃん待ちだったんですよ。そんなにたくさん待ってなかったんですけど。リアルずっと俺のターンでしたね。いやでもたまたまね、ハイパイが良かっただけでしたよ。なんか悪かった、私の実力でもないのに悪かったなと思っておりますか。まあたまにはこういう時もあるということで、じゃああと1分経ったら再選待ちさせてください。いやそう、便利グッズでタンブラーの上に蓋にミキサー機能がついてるやつ買ったんですよ。マドラーじゃないですよ、ミキサー。混ぜるだけじゃなくて、あの砕いてくれるんで、バナナジュースとかがタンブラーで直接作れるんですよ。それ使えば、あのミキサーでわざわざガーってやってから入れ物に移して洗い物2つとか出ないんですよ。そのコップだけで完結するっていうのを買って、最近それが快適すぎてバナナジュースやらスムージーやら最近作ってね、飲んでるんですよ。あ、知っている。あ、知ってる。3000円ぐらいだったんですけど、便利。え、めちゃくちゃ便利です。なんかアウトドアにもおすすめって書いてました。はい、じゃあそろそろ再選受付したいと思います。さっき何もできんかったよという方とか、それより前に何もできんかったなっていう方とか、もう一回打ちたいよって方とか、よかったらいかがですか。自家製フルーツジュースできるやん。あ、そう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 。でなんかね、バナナ飲むと、え、違う違う、バナナを食べるとなんかメンタルの不調が整いやすいみたいなのを見て、ちょっと最近飲んでみてるんです。連続でもいいの。いいよ、もちろん。初回何もできなかった組参加希望。あ、連続でもいいのに、ごめんなさい。じゃあ次よかったら入ってください。じゃあ次ヨッピーさん、アニーさん、キリンさんで、もうね早い方で埋まっちゃうので、もう確認しなくていいですよ。連続でもいいですからね。連続でも OK です。あの待ってとかないので。捨て寝じゃないけど捨てマイクラしてこよう。ラジオ感覚で聞いてます。 M あ、 ありがとうございます。アンダーバー M。 さあじゃあ最初の親はキリンさんスタートでございます。よかったらもう確認しなくてもいいから、もう早い方同士で入っちゃってくださいね。次から誰でも OK です。ごめん、分かった。でも見てるのも楽しいから。あ、よかった。それならもううち全然確認しなくていいので、もう早初回の方優先タイマーも今日入ってない人とか初見の人誰でもよくて、再選になったらもう連戦でもいいし誰でも OK です。さあ次はパーマンガドラか。再選枠は早い者勝ちでいいのか。そうそう、再選枠早い者勝ちで OK だからね。ごめん、私が説明が下手くそで、もう再選誰でもいいよタイムはもう早い方から誰でも OK なんでね。さっきはたまたま私の調子が良かったっていう、
なんとなく重ねたけど、そんなに頭いらないと思うけど、まあいっか、ちょっと割っちゃおう。ここは頭にするつもりで、これは孤立してるけど、なんかなるかな、ならないかな。これをこっちに移植して。さっきのは先輩すらできなかった。あ、そうなんですか。たまたま私がハイパーがいい時が多かったっていうのもあったと思うので、いや今ならシャンポン待ちもいいぞ。たまたまね、そういう時があったっていう。まあターキーさん普段から強いですからね。67、両側でどっちか来てほしいな。多分さ、そのバナナスムージーに青汁の粉とか入れても多分美味しいと思うんだけどな。久しぶり、こんばんは。わ、ティティマルが久しぶり、こんばんは。ティティマルに遭遇したのマジで久しぶりな気がする。ポンニャ元気ですか、忙しいですか。リーチ、はい、でもここまで出てないとなると、ここまで出てないとなると誰だろう。元気やで。あ、元気や、それならよかった。なんかこの週末雪が降るらしいんですよ、都内の方とか。いや、予報が変わってなければですけど、みんなのところは結構雪降ってるんですかね。寒さに備えておかないと。ツモ、ツモ、そんなに高い点ではないですけど上がらせていただきました。4000点、はい。じゃあ次、親は移動したですね。でヨッピーさんに親が移動して、ウーソーですね。トラは雪降りがないっすね。あ、ウェジョーさんのところはね、雪は全然降らなさそうですよね。昨日超方雪降りってたな。あ、昨日の朝方雪降ってたんですか。積もるぐらい、積もりはしないぐらい。さあ、ハイパイこんな感じでドラも絡んでないので、そんなにいいハイパイではないだろうな。これはどうしよう、ここから何かを作っていければいいんですけど、まあまあいいでしょう。今日うち26度でしたね。あ、26度はあったかい方ですよね。まだ日本の国内の中だとやっぱり地域的にね、あったかい方なんですね。うわ、どうしよう。な、もう誰かイーシャンテンとかテンパイしてるんじゃないですか。カチャカチャ、強制歯科に行きたいぐらい歯並びがガチャガチャですけど、強制歯科に行きたいぐらいガチャガチャ。まあどうしようかな。ここが頭になるかなと思ってるんですけど、私的には。ということでこっちは切ろうかな。
や、わからないからこっち切っとけばよかったか。あー、後悔してるけど、でも多分上がれないので、なんか安全になりそうなもの持っておきたいっていう気持ちがあるんですけど、皆さんの皮は、はいらないですかね。そういえばこのヨッピーさんのキャラの着替えてるなんか浴衣だったかな、なんかの服めっちゃ良かったんですよね。このキャラの浴衣だったかな、何かを見てめちゃくちゃこのキャラいいじゃんって思って、最近さ、あのガチャで出るキャラの着替えだとどんなのがあるかたまに見て、このキャラこの服になるといいなみたいな、よく見てる。はい、降りれるかな。浴衣と喫茶店あるね。あ、喫茶店かな、え、多分浴衣かな、浴衣の方めっちゃいいなって思った気がする。いや、喫茶店かな。ちなみにこのデフォルトのキャラも着替えは可愛いのが多いですよね。やっぱりデフォルトで最初からいるキャラだから着替えの種類も多いのか。このキャラも着替えると可愛いのがめっちゃ多いなって、まあデフォルトもこのキャラ可愛いですよね、イラスト、よし、折り切りました。あ、キリンさんも転廃してたんだ。さあ、1500点没収されました。ということで親は回ってきましたが、親は回ってきたんだけど、あ、でもそんなに悪くないかな、ハイパイ的に。はいらないと。あ、アラーム鳴ってるね。私の携帯どこ行ったんだろう。あった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 、あっ、ちょっとアラームが鳴ってた。起きてた？いや、もし寝落ちした場合は、よく見たら左もチャトラや。あ、そう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 。ヨッピーさんもチャトラさん。ポン。これはいらないですね、さすがに。ここも多分いらなくなるから早めに捨てとこうかな。ちょっと捨てとこうかなあ。さあ、ヨッピーさんは自家製泣いてて、ペイはドラになってると。なんだろう、兄は三品ポンと、まあ、これ持ってる可能性あるから、頭にしようかな、何もない限りは。で、泣けそうだったらこっち切って頭にしようかな。
トイトイかな。こっちの現物にはなってるよね。さあ、あともう一回ぐらい参加したい人何人ぐらいいますかね。入れるならやりたいよって方、あと何人ぐらいいますか。あと 2,3 戦というところかなという感じですが、ノイジーさんも入るって言ってたよね。ナルコちゃんもよかったら入るかな。参加希望。ケイシクさんも入ってくれると。さあ、対面からリーチ入ってるんですけど、やろうやろうやろう。じゃあそこでやりましょう。じゃあ次からトンプでもいいですかね。それだったら数できるし。さあ、ヨッピーさんが上がりました。ドラさん、ドラ、やりたいね。やろうやろう。8000点。ということで1位はヨッピーさんに現状なりまして、トン4曲で親は移動していきました。兄に移動しました。私はギリギリ2位ですけど、同率ぐらいですね。他性比べぐらいかな。これはハイパイはどうしたもんかい。多分 2,3 戦ぐらいで足りそうかな。 2,3 戦ぐらいで足りそう。全員入れそうですね。他にまだコメントしてない方で入りたいよって方いたら教えてくださいね。調整をします。まんざらでもないのでは。まあ入れてみますか。もうちょっとどこかで何か作らないと。あ、いいですね。リーチ。さあ、親からリーチ入りました。親からリーチ入ったけど、どうしようかな。これだけ通ってくれれば。通らないか、危ないかな。この危ない橋を渡るべきか。こんなに早いと分かんない。ねえ、分かんないね。さすがにここまで早いと。諦めよっかな。諦めよっかなと言いつつ、一応ロックが出てるから通るかなと思って押しちゃったんですけど。わかんないよね。降りよっかな。なんか危ないのがちょいちょい出てきてるし、降ります。降りれそうならですけど。わ、通ったんか。ロン、危ねえ。次これ切ろうと思ってたんです。踏むところでした。リーチ裏ドラで3900点。危ない。私次これ切ろうと思ってた。6捨ててるから使ってないかなと思って。そんなに早払うと6捨てるってことは、私だったら5があったら6は捨てないなって思ったので、5を次切ろうと思ってたんです。危ない。踏むとこだったよ本当に。だって根拠ないから。そうなるともう心理的になってくるよね。あ、私だったらこれがあったらこれは切らないからこれにしとこうみたいな。踏むところでした。最初に捨てたけど結果的にそこら辺使う感じになったって感じなのかもしれないですね。今のだったら踏むところだった。
いらないかな。ここなんかもうちょっと綺麗になってくれれば嬉しい。切っちゃえ。ちなみにね、リーちゃん、昨日シュウちゃんからメールが来て面白い内容だったよ。占いの館に行ったっていう話。今度話します。リーチ。早っ。そう。いや最近ね、そうみんなにも話したいんですけど。チ。私陰陽師の YouTube ちょいちょい見てるんですけど。その陰陽師の方がなんかのれん分け制度っていうセミナーというか塾みたいなのをやってて、それを卒業すると陰陽師を明日一緒に違う占い行くんだけどね、わら。あ、明日？そうなんだ、会うんだ明日。でそれのセミナーがめちゃくちゃ高くて、受講料が。ちょっと待ってよ。どうしよっかな。わかんないな。騙されるな。おいくらかしら。陰陽師も稼がないといけないのね。あ、そうそうそう。いや、それで、いや、その時初めて見て、ちなみにこういうのっていくらかかるんだろうって思ったら、ズームで、月1か2の講義で、年間で多分70万ぐらいだったんです。40だか70だかだったんですよ。で、まあ、高いなと思って。高いでしょ？でも、そこを卒業させてもらえれば、陰陽師を名乗ってお仕事ができるらしいんですよ。いや、くさとか言って。高いよね。でも月1で陰陽師なれるのか。いやでも年間かかるんだよ、年間。そんなすぐに数回受けて OK じゃないよ。で、わかんない、現物ない。つも今晩は先ほどさんまで国士無双できたので。つもこんばんは、いらっしゃいませ。ゆっくりしてってね。さんまで国士無双できた、おめでとうございます。すごい、国士無双素晴らしい。12回やん。そう、まあ12回だね。そこまでして陰陽師なりたくないよ。いやでもそれって高いんですけど、陰陽師の方もよりすぐるっていうか、面接というかそういうのをして、あ、じゃあ費用払うから陰陽師なりたいですって言われても、陰陽師の方がこの人なら教えれば素質があるなと思った人しか受付はしないって書いてありました。で、お金があってもこの人は才能あるなとか気質があるなと思われないと受講できないようだったんですけど、すごい世界だなと思って。いや、受けようと思って見たわけじゃないですよ。ただ詳細はこちらみたいなのをクリックして、実際中身どんなものなんだろう、どのぐらいの時間がかかってどのぐらい費用がかかるんだろうと思って見たら、結構高くてびっくりしたっていう。すごいな、国士無双。まだあんまり国士無双とか決まったことないもん。仮に受講時間丸1日でも2週間にも満たないじゃない。いや、あれじゃない、あの赤ペン先生じゃないけど子供チャレンジみたいな感じで、やってない期間になんか課題とかがあるんじゃない、分からんけど。その見てもらうのはその回数だけど、なんかそれ以外のところで、じゃあ次ぐらいまでに教科書代とか追加受講で料金プラスありそう。うわ、ありそう。屋内で座学するのかな、外で何かやるのかな。いや、なんかね、ズームでって書いてあった。ズームでの受講になりますって書いてあったかな。いや、わかんない。会う時もあるのかもしれないけど、ズームでって書いてあった。ズームだけでは多分完結しないだろうから、何回かは直接なんかご指導があるのかな。でもお値段の時点で。すごく今時だった。でしょ？めっちゃ今時なんだなと思って。ズームでの講義などになりますって書いてあって。
多分もちろんその受講料教える費用ももちろんあるけど、もしかしたら教材代とか。でもちょっとだけ受けてみたい気がする。いやそうなんだよ、ちょっと受けてみたいなって思って興味はあった。だけど想像以上に高かった。まあ私のイメージは受けれるけど全員がなれるわけじゃないって形で20万ぐらいかなと思ってたんです。ただその内容は向こうが見抜いて、この人だったら教えれば素質あるなって。山に行って滝に打たれるとかそういうの想像してた。あ、でもなさそうだった。それはそれはなさそうでした。だからお金があっても全員が全員受けれるわけじゃないようでした。だから多分もうそれだったらお金は高いけど受講できるすることさえできれば多分もう、うん、もうですよ、多分もう慣れるのを確定してる感じになると思う。そう思ったら安い？いや高いよね、何十万もかかるんだから。うわー、そう考えたら安いか高いか分かんないですね。高いけど受けられた状態、受けられさえすればもう慣れるんですからね。分かんない、どうすればいい。ポン、確かに滝に打たれるとか、なんか山にこもって断食させられるとか、なんか苦行みたいなのを想像しますよね。だから私は見て、私も見て、あ、ズームなんやって思っちゃったけど。案外普通というか、なんか通らない感じがするんだよな、気のせいかな。ラン、え、これ？ああ、2位に振り込んでしまいました。1500点。友達が全額出すから行かないって言われたら絶対行く気がする。いやそんな、私も絶対行くよ。友達が全部出してあげるから、一人じゃ心細いから受けてみないって言ったら受けますってなりますけどね。それならだって時間のその拘束少ないじゃないですか。行く行く。ね、行くよね。月に何回かの受講で、よくて費用も友達持ちだったら、そんなに、例えばその陰陽師になるために1年間仕事休業しないといけないとか、そういう縛りじゃないんだったら、私だって絶対受けるよ、そんな。まあ、陰陽師になってそれで手に職をつけるみたいな感じなのかなと思いましたけどね。でもそれは結構前にやってて、その後はその講義の募集がなかったんで、そんなにいっぱいはやっぱり受け付けてなくて、貴重なものだったのかな多分。最近はなんか手相だか占いとかの講義はやってるみたいですけど、初期の頃だったんです、その陰陽師ののれん分け制度の募集ってやつは。貴重だったのかもしれない、高かったけど。いらないな。イーペイつかないかな。イーペイこう。つかないよね、どうしよう。なれなかったり騙されてたとしても一生の鉄板ネタにできそう。いやそうだよね。そう、それならそれで別に、こんなの受けたことがあってさっていうネタになるからいいなと私も思った。あとこういうのを受講してこんな内容だったよっていう話のネタにはなるじゃないですか。でもネタ代にしては高いんだよなと思って。
身を削ったネタ作り。あ、そう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 。10万とかだったら受講考えたなと思った。でもそんな生ぬるいものじゃなくて、もう慣れるのを保証してるような内容だったから高くても仕方がないのかもね。逆になんか慣れる慣れないはその人の力次第だけど、受講料10万の方が数稼げるから、 ある意味高いけど慣れるの保証してるんだからいい内容だったかもしれないね。2600点。10万だったら考えたかも。さあ、私は現状3位と。まあ、10万でも高いね、でも。いや、そんなもんかな。10万円で陰陽師量産されたらたまったもんじゃないもんな。友達とかが昔、陰陽師名乗れる直前まで行って触ってだけで面白いもんな。へえ、そう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 。一応使ってはないけど、受講してるから陰陽師なんだよねって言うと、なんかかっこいいじゃん。なんかたまにその人の動画見てると中二病がうずくんですよ。いきなり、あ、ここから先ちょっとスタッフの皆さんはついてこない方がいいかもしれません、僕はまあ今日ちょっと式神多く連れてきてるんで大丈夫なんですけど、とかって言ってて、式神を連れてるって言ってみたいな。多分何回聞いても飽きない気がする。でしょ、それちょっとかっこいいんですよ、時々それ言うんですよ。あ、ちょっとここから先僕一人で行きますねって、ちょっと危ないんで、ちょっと皆さんは取りつかれるかもしれないけど、僕は今日式神多く連れてるんで大丈夫ですんで、って言ってスタッフをちょっと手前で止める時があるんですよ。行ってみてーと思って。小田武道を思い出した。なんか怪しげな術言ってたよね。みんな式神沢山連れて歩きたいもんな。そうだよ、しかもたくさん連れてるとか言うからさ、一人じゃないね。多分凶悪そうな時はたくさん連れてきてるらしくて。いや、小田武道はあれなんか数珠みたいなの売ってたけど、あれはインチキだったみたいな話だったじゃないですか。6671234566123456の方がいいかな。123456にしといて、いや、23456でこっちにするかこっちにつくかの方がいいか。わ、やたらええいって言ってたな。わ、峠小僧さんスーパーチャットありがとうございます。よかったら参加もしてってね。えい、スーパーチャットいただいてしまった。やったよ。よかったらコメントもしてってね。さあ、アニーさんからリーチ入りやした。でも私は現物はこれはあるけど、とりあえず1個切ろっか。これは現物でいいですね。これ通る保証ないんだよね。いや、私がめちゃくちゃお金持ちだったらな、陰陽師体験記書くけどな。リーチ。でい。追っかけリーチじゃい。だからそれをね、想像してたんです。式神ってどんな感じなんだろう、こうゲゲゲの鬼太郎とかに出てくるような、なんかこうおどろおどろしいものなのかなって。ロンジャイクレイリーチ、安いですけどもらった。
いやでもこれでハネマンとかマンガンとか出せれば追いつけれるぐらいにはなった。やばい、アニーの顔色が悪くなったぞ。ナイロン、ナイロン2、3、4、3、4、5、5か。ナイロン、ナイスパ、ナイロン、ナイスパ、ありがとうございます。ニヤニヤしちゃうね、W。 いや、ここ使いたいね、そのまま。ここ使いたくない？使いたい、そのまま。ここそのまま使って切りたくないので。あとちょっとみんなにさ、ちょっと汚い質問していいかな。やっぱ汚い質問やめるか。汚い質問やめます。やっぱ良くない気がした。調子乗って汚い質問しそうになったけど。疑問符、何を気になるわ。いや、なんかそこまで言ってきてないの。いや、まだそうなったわけじゃないんですけど、最近なんかトイレの流れが悪い気がして。皆さんってちぃ、おトイレ詰まったことありますか？あ、今の中んでもよかった気もするけど。クラシアン呼ぶ。いや、なんか流れないとまではいかないけど、なんかあんまり、いや流れてるけどこんな感じだったっけって思う時があって、で、詰まったことがないんですね。今まで実家もそうだし。バリウムで詰まりかけた。バリウム？お家で？あ、バリウムを飲んだ後に家帰宅してからの話？考えたら詰まったことないかも。あ、そうそう、ないんですよ。今のところ、ないですね。で、詰まったらどう、業者みたいな呼ぶしかないのかなって思って不安で、もし詰まったら自分で直せるのかっていうことを聞きたくて。そうそう、もし詰まったら器具、なんかスキュッポンみたいなやつあるじゃないですか。スポンスポンってやつ、あれがさえ買っとけばいいの？プロに任せよ。だってプロって他人が家入るんでしょ？知り合いでもない人が。ちょっと抵抗あるなって。海外ラバーカップで治るらしい。あ、そうなんだ。三品三色の目がありすぎる。まだ飲んだことない。三色の目ですか。まあそうなんですけどね。ち、これじゃあ街微妙なんで。プロもラバーカップでやるみたい。この街じゃ微妙だから変えたいんですよ、確かに。私もまだあんまり飲んだことないかも。あ、先上がられた。三色同順ドラ。あー、ヨッピーさんが三色同順してる。私があれ泣いたのが間違いでしたね。これで一気に街が狭くなったから、それが間違いだった。おじさんがいた W。 え、プロもラバーカップでやるんですか？そうなんだ。あれ、ラバーカップっていうものなんですか？あれ、ラバーカップっていうんだ。流れ悪い時はトイレ洗浄中とかやってる。あ、そうなんだ。じゃあちょっと詰まる前にそれをすればいいんですね。
いや、それを聞きたくてね、もしそうなった時ってどうすればいいのかなって、未だ今のうちに前もって知識みたいな知りたくて。キュッポキュッポ、そう、キュッポンキュッポンみたいなやつ。はい、惜しいんだけどな。とりあえず2位3位の方、1位の方も 12,100 点か。まだ無理ではないですね。今入れとけばよかったな。しかもお手洗い行きたくなってきた。またなんで人ってトイレ行きたいときに足踏みしたくなるんですかね。足踏みするとマシになる気がするのはなぜ。え、もしかして女子だけ。今の泣いてもよかった気がしてきた。頭そんなにいらないし。抑えると止まるよね。抑えるのかな。なんでなんだろう。足踏みするとなんか軽減する、軽くなる感じがする。焦りから来る行動じゃないそうなのかな。そう言われたらそんな気がしてきました。これ通そうじゃない、通りそうって思ってたけど通らなさそうな人がリーチしてきた。あー、ノーヒントすぎるな。ちょっと苦しいけど一発は取られたくないので。これ皮強すぎでしょ。皮はこれ皮強いね。どうしよう。焦るぐらいまで我慢したことないかも。え、そうなの。すぐトイレに行けてるってこと。これ、いや、これわかんないよ。2000点。都内とかさ、あんまりトイレ貸してないからね。トイレがない時が多いんですよ。いや、今は自宅だからあるんですけど。さあ、何3曲。まあ7来たらこれでいいからね。自宅でも布団から出たくない。いや、わかる。みんな寝る前って暖房器具どうしてるんですか。私は最近電気毛布を買いましたので、これでぬくぬくとしているんですけど、それまでは寝る前何もなしで寝てました。ゼロ。暖房もつけるとちょっと喉がカラカラになっちゃうし。うわ、欲しい。今日強いってか強くね、寒かったもん寝る前だから。電気毛布目が覚めたらファンヒーター。ああ、電気毛布で目が覚めたらファンヒーターね。つけっぱだわ。あ、つけっぱ。なんか朝起きた時に喉が痛くない。それはうちのエアコンが古いからなのか。新しいモデルはそんなことないのか。寒くて寝れなぬ。いや、寝れないのよ。だから寝れなくて、寝るときは布団のみ。やっぱりそういう人もいますよね。何もつけてない。私もずっとそうで、でももう最近寝るのが辛くて辛くて寒くて、それで電気毛布買ったんですよ。そしたら思ったより電気毛布が安くて、
もっと早く買えばよかったと思っているところです。乾燥するけど加湿器とかすればいける。あ、そうだね、加湿器つけとけばね、まだいけるね。つけっぱなし注意だよね。そう、でも多分電気毛布もつけっぱだ、危ないよね。こたつだって入りっぱなしだと脱水症状になるみたいに言うじゃないですか。もうここ頭だな。布団のみです。布団のみ。上昇さんところはそんなに寒くないから布団のみでも大丈夫なのかな。ポン。おお、ダブなんだ。ダブなん。ピーチ、ちょっとお花摘みに行ってきますね。チーニャ、またロンされたら叫ぶかな。それで我慢の話してたのね。私も言っとこ。つも。なん、ダブナン、ドラさん。マンガン。はい、点どうなった？あれ？それで我慢の話してたのね。そうです行きたくて足踏みしてました。え、私さっき上がれたのかな。私何点だったっけ。え、上がれてる？兄さん積もった。兄さん積もった。あ、そうなんだ。ガンガン積もられ親かぶりでした。うわー、マンガン積もの親かぶり。記憶喪失。記憶喪失じゃないです。お手洗い行ってたんです。見てなかったのです。ということで、これオーラスですね。南4曲。さすがに見てるときは覚えてるよ。食べたい。無理だな。これは育ち方次第で。でもこれちょっととりあえず置いとこ。ポンニャ。とりあえず置いとこ。いやー、どうかな。どうなりますかねこれ。できたらなってほしいけど。
まあ現状維持でいきましょう。現状維持で。単の重なったら声出るね。W。ね。いやー無理だよー。でもなーオーラスだし、まあでもせっかくならロマンにかけてみたいという気もする。団員戦じゃないし。まあ誰かがリーチって言われるようだったら安全そうな方切っちゃおうか。でも来る花、まあかん。いやなんか危なさそうじゃない？なんかよく見たらヨッピーさんのかはなんかちょっとわからない。ヨッピーさんがリーチとかされたらまあしょうがないですね。え、これ見送るのありなんですか？ドラ、ふふってなるね。W。いやなんか前に上がれるときにローンしないのはマナー違反だって言われたんですけど、もしかしてこれローンしないのありなんですか？へへって W。次はもっと素早く勝つ。じゃあ1位は兄さんでした。2位はヨッピーさんでした。ね、上がるしかないね。3位は私でした。4位はキリンさんでした。まあね。残り枚数的にはローンでも。もうローンするしかなかったね。ということで次はちょっと次待ってもらえますか。時間の関係上トンプー戦に切り替えたいと思います。対戦ありがとうございました。こちらこそ。負けた。じゃあちょっと残り時間少なくなってきたので部屋番号変わりまして65138で。対戦でした。こちらこそ対戦ありがとうございました。ヨッピーさんは最後は何を作ってましたか？なんか皮が強そうだった。対戦ありがとうございました。65138と。あ、みーちゃんこんばんは。いらっしゃい。次が、と何位だったっけ ?3 位だったかな。ということで今日まだ入っていない方、優先的に。でも4、暗いなってないね。すごい。今のところ4位はないだけで。最後ヨッピーさん皮が強そうで、もしヨッピーさんがリーチしてきたら分かんなかったかもしれない。じゃあとりあえずあと 1,2 分ほど今日入ってない方は待ちますので、よかったら入ってください。あと 2,000 ほどかなと。最後は双子や三つ子がいっぱいでした。あ、そうなんですね。じゃあトイトイとかチートイとかなるかもしれなかったのかな。じゃああと1分ほどしたら再戦の方お待ちします。再戦よろしくお願いします。こちらこそ。トイレのおもろい話でWWW 足踏みするとなんかマシになるって話ね。寒いとめちゃくちゃトイレに行きたくなるんですよ。そんなことないですか？膀胱的なものが萎縮してそんなにキャパがなくなってしまうのか。すぐトイレに行きたくなっちゃう。近くなる。ね、やっぱりすぐ行きたくなるんですよね。寒いとあるね。ね、寒い時期はトイレにすぐ行きたくなるので。寒いとトイレが近いとは言うね。やっぱり膀胱的なものが萎縮するからですか？我慢しすぎると大変なことになる。経験談。何、どうなったの？膀胱が硬くなるから。あ、硬くなるからなんだ。さあじゃあ再生の方どなたかいかがですか？経験談、兄は我慢した結果どうなったのか詳しくはい、じゃあケイシクさん、みーちゃん、ノイジーさんでいきましょう。あ、膀胱炎？あ、膀胱炎ならなったことあるよ。ちょっと私の膀胱、初めてなった膀胱炎の話聞いてもらっていいじゃん今日。私中学校2年生の時にある日トイレがめちゃくちゃ近くなったんですね。トイレで気絶して骨折しました。え、それは笑えないやつ。え、それでめちゃくちゃトイレが近いなって思ってだんだんトイレするときになんか痛くなりだしたんですね。トイレに行く痛ってなりだして
最初気のせいかなって思ったんですけど、すごい痛くて。初めての膀胱炎の話W。 いや、ほんで、で保険証って親が保険証親が持ってるんですよ、子供の時って。その高校出た後は自分で持ってるんですけど、それまでってその保険証お母さんが持ってるから、病院に行きたかったらお母さんに言わないといけないんですよ。ほんでその当時の私は、お母さん膀胱炎とかなったことないから性病だと思ってしまって、膀胱炎って知らなくてね。でその下半身のお悩みイコール性病って思ってたんですよ。でお母さんに言えなくて、ずっと保険病院に行きたいから保険証って言ったら、お母さんが何がどう痛いどうなってるのかって聞いてくるじゃないですか。でそれ言えなくて、でずっと言えなくて、で風邪とかもちょっとほっといたら治るじゃないですか、時間かかっても。だからほっといたら治るかなと思ってほっといてたら治らなくてで言えなくて、で最終的に血尿ごめん血が出たんです。最終的にかかる下回りで保険証借りるのはずいよね。はずいし、中二だから、その膀胱炎って当たり前だけど性病とはちょっと違うじゃないですか。その我慢がたたったりとか免疫力が下がってるとなるっていうのがあるので、別に恥ずかしいことじゃないのに、その当時の私わかんないから、お母さんにその性病だと思われるんじゃないかと思って言えなくて、で風邪みたいに置いといたらそのうち治るのかなと思ったら全然治らなくて、ちょっと待ってください。でも観念して言ったんですよ。ある日わざと、あの私兄弟がいるんで兄弟にも聞かれたくなかったから、ある日寝坊してわざと、で学校に送ってくれって頼むんですよ。でその車の中で、そういえばお母さん私ねみたいな、トイレに行くときに痛みがあるんですみたいな、そしたらお母さんが、えそれ膀胱炎だよって言われて、えそうなの、なんでもっと早く言わないの、ほっといたら血が出るぐらいまでは悪化するんだよって言われて、もう出てますって言ったら、毎回とても打ちながら話す内容でないから笑える WWW でひどくなったら血が出るんだよって言って、もう血が出てるって言ったら、はあ、なんでもっと早く言わないの、今すぐもう病院行くよって言われて、そのまま学校に送る車で病院に向かわせられたっていう、それが最初の。ママびっくり。そうそうそう。なんでもっと早く言わないのとか言われて。いやだって、いやだってさ、みたいな。え、これ危ないかな。して。リーチ。ロン。やっぱ危ないよね。ドラ。それが私の一番最初の膀胱炎です。7700点取られちゃった。いやだってほとんどは通らないわけじゃん、麻雀なんて。やっぱりこういうのって踏んでるんだよな、こういう時。初めての膀胱炎。そう、初めての膀胱炎、中学2年生でした。いやでもやっぱり自分の免疫力が下がってる時とかになりやすいっていう。第2回に続くいやでもその後第2回目は初めて通うことは2回目が、いやもう3回ぐらいあるよ、3回4回ぐらいある。ちょっと自分が疲れてる時とかになりやすいし、どうしようかな。いらない。いやでもその後はそんなすぐなってない。あとはもう高校出てすぐぐらいかな、高校出た後になった気がする。あと女の人はなりやすいんじゃなかったかな、その尿道が男性より短いからなりやすいとか言ってた気がする。
あと癖になりやすいって、一回なっちゃうとなりやすくなるって。え、もしかしてみんなそんなになったことないんですか？え、私膀胱炎こんな何回もなったことあるのやばい。3回か4回ぐらいなったことあります。中学生くらいだと言えないもんなんだろうね。言えないよ。だってそんなお付き合い、誰ともお付き合いもしたことないし、何も知らない純潔なのに性病になったなんて。骨折はあるけど膀胱炎はないですな。そうなんですか。気絶骨折の方が絶対レアだと思うよ。私なんか切るとこ間違えてるかな。なんかあまりうまくいってないですね。さっき泣くか迷ったけど、さっきの教訓からいくと街が狭くなっちゃうからやめとこう。気絶骨折 WWW 気絶骨折レアだと思いますよ、多分。かん、気絶骨折はレアだと思う。内緒で言ったけど、どこから今年かかった病院の名前で母にバレたことあるわ。あ、そうなんだ。え、どういうこと？何人バレたの？その性的な泌尿器科にかかってるってバレたってこと？うん。激レアやろ。気絶骨折って激レアだと思うよ。あんまいないよ多分。泌尿器科バレた。いやでも別に泌尿器科がバレるのそんな恥ずかしいことじゃないよね。いやでも親は恥ずかしいか。ちょっとダメだな。これ上がれない、どうしよう。やんやん、ああやばいやばい、うわあ二人ともカットインしてました。膀胱が血管を刺傷して放出した際に一気に血液が足の肩に流れて立ちくらみ起こしたみたいです。それ気をつけないと。死んじゃったでしょ。いやー、膀胱炎になっちゃう。ダブルロン WWW 痛い久々にめり込みました。大やりでした。対戦ありがとうございました。久々にめぐり込みました。今絶対今絶対トイレ我慢してたらね、ショックで漏らしてただろうな。前もってトイレ行っててよかった。あれ、また何もしてない。あ、本当だ。2万5000点丸々残ってる。私がさっさと振り込んじゃったのも悪かったですね。さあ、じゃあラスタック行きましょうか。ラスタックは入りたい方はどなたでも大丈夫です。ラスト入りたい方、多分初回の方もいないと思うので。ダイヤリでした。ダブロン、失礼 W。わー、2人とも1万点とか持っていくからなくなっちゃったよ。夕食作ってた時に、11、月に性病かかったの、うん、って聞かれたのよ。そこはそっとして欲しかったね。大人なんだから。さあ、ラスタック入っておきたい人いたら早い者勝ちでお願いします。もう誰でも大丈夫です。多分初回の方はもういないと思いますので。ダブロン食らったよ。いましたよね、確か。もう一回入りたい方いない？65138です。自分でもいいの？誰でもいいですよ。もうラスタックは入りたい方で。お、リーちゃんが入ってくれた。このリーちゃんのやつが、ここにいるよ。これヨッピーさんと同じキャラ？大変、対戦よろしくお願いします。
はい、じゃあラスタクはリージャンノイジーさん、ナルコちゃんでいきましょう。高校の頃だったからごまかせなかった。あ、それはちょっとさ恥ずかしいかも。おいや、心配して聞いてきたんだね。え、でもこのキャラいいよね。私結構好き。ヨッピーさんのキャラと一緒かな。え、違うか。え、違う？え、違うか。あ、違うかも。ヨッピーさんのキャラも結構好き。っていうかイケメンが好きというか。ポン。違うキャラです。あ、違うキャラか。両方ともイケメンでいいキャラですね。ポン。ヨッピーさんのキャラは結構銃撃戦みたいな。ニヤニヤしながら聞いてきたな。ニヤニヤしながら。どうしたの？泌尿器科行ったの？私はイケメンを猫キャラにして可愛がっております。いや、わかる、そういうの好きです。私も可愛いですよね、キャラ愛素晴らしい。え、チートも見た方がいいかな。でもこれちゃんたなわけないか。トイトイかな。普通に手なりとかなのか。いや、でも染めという手もあるけどな。私も最近ね、男のガチャ、男の人のガチャも回そうかなって思ってきちゃったんです。出来心というか、男キャラもいいなって。え、染めてもいいの？でもそんなにうまくここないでしょう。今日私の初めての膀胱炎の話をみんなに聞いてもらえて満足した。なかなか話す時がないし。染めていいのかな。でもこっち泣いてるからそんなに時間かかることできない気がするんだけどな。でもこの子のキャラも可愛いですよね。この鳴子さんのキャラも可愛いなって思ってる。でも声がね、可愛い萌え系の声なんですよね、この子は。迷うなぁ。やめよっかな、やめよ。バチが当たるかなぁ。もう私の心は決まったぞ。ロン。終わったな。マジか。やっぱり時間かかるのはダメか。でもこれでパーピン来たら泣いてとかにしないと、もうパーピン来ないと思っちゃったから。大失敗。なんか私今日すごい配信やるの久々な感じがしてて、みんな元気にしてるかなと思ってたけど。ちょっと閉じこもってたからですかね。畳を目指すなら仕方ない。そうだね。なんかやっぱり元気、元気でよかった。なんかヨッピーさんとかめちゃくちゃ久しぶりな感じがしてて、キリンさんもだし、リーちゃんもそうだし、ウエショウさんも。いや、わからん。私がただあんまり引きこもってたからそれだけですかね。
いろいろ忙しいけど元気です。あ、忙しいんですね。リーチ、え、リーチ、いや、もう踏みたくないしな。いや、それはダメだ。はい、リーチよ。わあ、そこからもリーチ来るか。いろいろあって忙しかった。あ、そうなんですね。まあ、今日は休みだったらしいけど忙しかったようですね。ルン、あら、ノイジーさんが上がりましたね。リーチ一発ビーフドラドラ、高い。マンガン、さあ私の番ですね。みんな結構じゃあ忙しいんですね最近。私最近ちょっと殻にこもりがちでポン、それが良くない。もうちょっと引きこもってるのを直さないとな。1,2,3,4 か。チートイの可能性も見ていった方が良さそうかな。え？何？ロン。私掃除に染めてると思ったから掃除した。違う違う。ピンズかマンズに染めてると思ったから掃除出したんですけど。凍りたくなる気温。うわー、染めてると思っちゃったよ。ちゃんたか。ちょっとこれ私の考えが甘かった。いや、でもこれ泣かなかったらよかった。泣いただけでもうフラグが。いや、本当に引きこもりたくなる気温ですよ。しかも週末はもっと冷えるらしいですし。明日雨よね。あとなんか雪の地域もあるんだって。明日都内は雪らしいよってお母さんからメールが来たんで、雪なのかなって思ってたけど、どうなんでしょうか。これでも高打点狙わないと。明日雨なんだ。雪から雨に変わったのかな。雨が夜更けすぎに雪へと変わらないことを祈る。雨は夜更けすぎにってこと。雪へと変わるだろう。小田和正でしたっけ。あ、素で行ったってこと？ギャグかと思ったけど違うんかな。いや、これもう行くしかないのではないですか？いや、その理解で当たってます。よかった、よかった。多分そうかなって思った。すぐピンときましたよ。なんかまた踏みそうで怖いな。
リーチ。うわ、降りたくない、どうしよう。最後だし降りないぞ。私はダメか、仕事なんだよね。 JR のセンチメートル思い出す。あー、あったね、それの曲だったんでしたっけ。ケンタッキーじゃない。うわー、降りたくないよ。ケンタッキーの CM ではない、 JR の CM だったんでしたっけ。さっきから危ないところを踏んづけてるんですけど、大丈夫か。いろいろ使われていると思う。あ、いろいろ使われてるんだ。スマ。ああ。分かったらよこしな。ケンタッキーはクリスマスが今年もやってくるじゃない。ああ。クリスマスが今年もやってくるってやつだ。もう良いか。あら、まさか一応からクリスマスの旅に流れている気もする。今日もみんなと思う。ああ、そうかもしれない。麻雀ができて嬉しいです。こんばんは、オメガ。わー、ディフェクトさん、ちょうど今ラスト区だったんよ。ダイアリー、対戦ありがとうございました。最後は4位でした。ついやりでした。対戦ありがとうございました。最後にちょっと最近もらったこれ引いてみましょう。ピアンと笑。え、これからキャラが出ることってあるんですか。ないか。ありがとう。こちらこそありがとうございました。ということで今日は元は21時半ぐらいまでの予定でしたので、このぐらいでお開きになっちゃうんですけど、またよかったら遊びに来てくださいということで、またお会いしましょう。お疲れ様。あ、ないんだ。お疲れ様でした。よかったらいいねボタンもお願いします。ディフェクトさんもまたよかったらお相手お願いします。またね、おやすみなさい。またお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も楽しかったです。今日も楽しかったです。またね。